はい、さあ、こんにちは、ブルホスです。続きやっていきましょう。バイオハザード7、なんだ、ヒーロー。前回はね、まぁ、ちょっと、メガレンジャーごっこをしている隊員を尻目に、暗視ゴーグルと、それからなんかよくわかんない空気清浄機を手に入れることができたんでね、さらに奥深く、地中深くやっていこうと思います。OK、破壊。今回この暗視デバイスを使って、なんかめっちゃ床にあるんで、これ、踏んじゃいけないやつだったはずだから踏まないように慎重に calm down 落ち着いてで、キーピックがない、キーピックをどっかで拾わない感じよね。よし、進んだ。はんはん、なんかレーザービーム、ライトセーバーが生えてる。これ撃ったら爆発するとこかな。いやでもなんか弾もったいないな、別にくぐっていけるし。ライトセーバーは生えるもの、これなんかもろもろ生えてるもんね、下上で。これ糸爆弾か、なるほどね。くぐってよし、じゃあ進む、前進あるので、オープンセサミ。皆さん、セサミって何か分かってます？ゴマだよ、ゴマストリート。ドア、あ、正常か、なるほどね。よし、じゃあまずはプッシュアップ。これまで以上に慎重にやっていかなきゃいけないね。で、ここまた敵出てくんのけ？首、さらし首。どっち進んでったらいいのかな。とりあえず線路沿いに、最終的にキック。押す意味よ、初めから蹴ったら良さげじゃないですか。これで戻れなくなっちゃった。終わった。でもこれ押しても、さっき一番最初に押した青いやつのせいで塞がっていけねえかな。よいしょー。はい。OK。で、アンプル、あざす。これは押しておいて。での、オッケー。ほんで。特にない。左側、こっちは、何がある？ちょ、待って、またデブかよ。ちょ、なんでこんなやつと鬼ごっこせなあかんねん。あ、ちょ、もう。が出てくるだけなんかちょっとあるでしょ。はあ、ただのブービートラップっすか。完全にやられた。こいつな、腕出してお風呂入って気持ちいいとかじゃなくてさ、マジで何もなかったの。うわ、腹立つー。こっち、おお、例のここまで持ってくる余裕あったのね。それとも、量産型ピエロ？ちょっと待って、こういうやつさ、またあの、糸爆弾あるでしょうに。慎重に。おぉ、めっちゃ気になるわー。ショットガンあざす。あー、アンプル再び。爆発してしまったお詫びかな。あれ？ない？ほんまに？そんないなんて済まされる話あるかいな。絶対なんかあれやろ。ないね。ないわ。ほんまにないわ。ただただトロッコに侵されてるだけやった。ああ、もうびっくりするわ。ほんまこういうの。あざっすー。ちょっと待って。なんか出てきてるー。音がする。音いってー。足元から、めっちゃ攻撃して、血豆、ん？待って、あ、やった。血豆できてんじゃん、こいつ。本当にもう。
なんかまた帰り道出てくるとか、そういうさあ、うわ、プレ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 、もう一丁あぶね、ほんと、ちょっと待って、お前は聞いてない。武器がないからこけといてくださいよ。オッケー。逃げる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 。んで、んで、んで。おお。で、やつ出てくる前に、やつが出てくる前に、ピエロピエロ。なんかこう、うまくいかない、うまくいかない。え？来てる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 。おお、危ない危ない危ない。閉めて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 。危な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 。はあ、なんか本編より緊張しょ。おう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 。喋らせて、喋るタイミングください。ね、無理だった。シンプル。これで本当にこれいける？いけんのかい？よし、オッケー。もう一丁。で、扉が正面に一つかな。オッケー。あ、おい、ここ大丈夫か。はいはいはい。待ってろ。今行くぞ。思い出したよ。思い出したよ。僕はとりあえずぶつからない。てか大丈夫かって声かけてるけどさ、発見できてないんですよね、俺自身がね。どこにいたのかな。で、しゃがむ。しゃがんだまま、行けるってすごいよね。かっこいいよね。うん、こんなスススス進めないよね。頭の位置を動かさないで。で、これね、初見プレイの時に、ね、これ助けるじゃん。もしも爆発しちゃうんすよ。だから、皆さんこっち来て注意注意。ちなみにレーザーを一個一個破壊しようと思ってもダメなんすよ。残念なことにね。よいしょ、オッケー。ラム、あ、いいね、ラムロッツ。で、これを引っ張る。とっと、オッケー。ニューン。これでようやく助けることができるようになります。ショッタマンがあるわけじゃない。大丈夫か？今助けてやっからよ。おい、おはようございます。なんか落ちてへん。気のせいか。おい、しっかりしろ。寝てただろ、お前。こっちが大変な目にやってる時にさ、ヒデブーしてる時に寝てたやろ、君。もう見捨てられたかと思ったよ。いい、見せへん、見せへん。クリスやで、見捨てるわけないやんか。見捨てないのに死んでくんだよ、仲間が。多分出口はこっちだ。まさに下道だよな。こいつもこいつでもうなんか狂気乱舞というか、完全に最高になってるよな。最高野郎はルーカスか、まあ、それはその通りおっしゃるな。で、ここを出ようとすると、うん、気絶してなかったらもうちょっとなんとかなったんじゃない。ここで、おお、こっちから抜け出せるぞ。抜け出せる。抜け出せる。カス。どうなってる。外してくれって。ほら、この時に手を差し伸べないんですよ。あからさまに見捨ててるよね。なんとかこう爆発させないようにしようと思ってさ、外す仕草とかさ、見せたりとかしない？しないだよね。それがクリスなんだよね。部下が死んだ。最愛の部下ピアーズがさ、最後死の直前で。手を振り払った時もあのまま手に渡されたものをチェックするのは後にしてさ、手を引っ張っておけば一生の中に入れたかもしれないのに、やれやれたぜ。ということで、なんか死を宣告されているんですが、こいつの予想通りになるのは尺なので、あ、そう、もうここから10分タイム始まるのか。おお、区切りがいいからそろそろこの辺りでやめようかななんて思ったりしてるけど、そうは問屋が下ろさねえってか。急ぎ。そもそも尺が短いか。急げ。で、逃げていくって終わって。おお、そっか、忘れてた。だあ、ちょっと向かってきてる、向かってきてる。こいつつらなんか相手にしてる暇なんてない。これっぽっちもない。逃げる。で、これ向かってきているか、これ逃げてる間に、あら、デブ徘徊してる、爪なんかガーンのも徘徊してる。急げ。いいしょせ。隊員のビデオログに近くに液体窒素。はい、ザスザスザス。爆弾を凍らせれば無力化。爆弾を凍らせば無力化。うん、どこにある？鉱山作業場の資材置き場へ。赤いシャッターが赤いシャッターの先に隊員近いし、そして組みついてる。おお、そんな大胆セクハラやってる場合ではないんで。もう、はい、おやすみ。そこが君たちのベッドです。進めないんだよね。いる、まだいない。
欲しくなるのに、煙がふっさーってなってくるときに、なんかそのモールデッドのシルエットっぽく見えちゃうのが嫌なんだよね。でこれでまたこうちょっと敵っちょが出てくるっちょ、大丈夫っちょ。空気清浄機オープンセサミ、よし。ここがまた敵確か追加されてるはずなんですよね。ほら来て、あーもうお前か。右から抜けてゆくで、あーちょっと待って、あリッカー、リッカーは倒しとこで、急げ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 、もうあいつらを相手にしてる暇などないから、急ぎでピエロピエロピエロ、オープンオープン、開いて開いて、開け開け開け、いて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 、入ってくる入ってくる、入ってこないよね、入ってこないよね、入って入ってこない、入って入ってきた、うわ目の前にいた、おぶれおぶれおぶれ、よし、あ扉が閉まった。モールデッドの弱点はね、あのね、頭とかね足を打ち抜くとかそんなのじゃないですよ。まずね、あのドアを開けられないっていう。緊張した今。7分半か。これって余裕なのか余裕じゃないのかよくわかんないので、ね、アイテムちゃんと全部拾えてる、アイテム拾えてるね。OK。こんなとこあったんだ、初めて来たわ。多分本編やったとき、本編じゃない、あの初めてやったとき、こっちでやってなかったと思う。で、これ、あれちょっと待って。装備ができない。なぜ怖い。装備の仕方忘れた。いいよ、このまま進んでいこう。とりあえず、これ。間違い、もったい、くそもったいねー。うわー、何をしとるがねー。マジかー。もうこのまま抜けていこうと思うじゃん。大じゃん、なんでた。都合よく箱が落ちてくるじゃん。うるれ、こけてる間に死にさらせー、うらうら、ウッケー。ちゃ、え、これどうしたらいいの、装備する場所が、あれ装備ってできへんの、あ、やべゲロ吐いてる、飲みすぎ飲みすぎ飲みすぎ、昨日夜が更けるまで飲んでたやつやからな、これってな、ほんまに飲みすぎや。よしよしよし、オッケーでも。ほり。オッケー。あれこれ食らってる？食らってへんけ。あ、だからこういうことこういうこと。ゲロゲロしてるゲロゲロしてる。まあ、何飲んだらそんなにゲロの。燃えろ燃えろ燃えろ。燃えて継続的ダメージ。ちょっと待って。追いかけっこ、横綱アタック。電車道ができております。寄り切り寄り切り。逃げろ逃げろ逃げろ。装填。ほら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 、全然ひるみもせえへん。ほら、発揮は残った残った、こけとるこけとる、今のうち今のうち、発揮は残った、アイテム拾って至近距離でブーストブーストブースト、オッケー、いいね。結構体力高めですね。どないなってどないなってる、逃げろ逃げろ、おわゲロ打ってる、くさい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 、ゲロちょっとぶっかましやがってんやろ、こっちだってな、命から、ああ殴れたのか、知らなかった、お尻割れてたね今、あ頭の後ろあれ弱点かな、しまった、先に見つけてやっておくべきでしたね、装填だ、おら出てこいや、あーちょっと待って、出てこいとは言ったけど誰も走ってこいとは言ってへん、しゆっくり来てゆっくり、いる、いた、ああ子供を産んでるこいつは実はメスだった、やばい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 、急いで逃げて、回復アンプル回復アンプルアンプルアンプル、オッケー、アンポーリンゴはアーポー、どっちから来るどっちから来る、こっち、ザコがいるんだよな、ザコがいるんだよ、ガキどもがよ、ガキ、あぶれ、あんで、ああ親子でハサミ打ちですか、なかなか賢いじゃねえか、そんな手段を使ってくるとはな、あちょ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 、やばいやばいやばい、これこれでめっちゃ迫られてきた、迫ってきてる、直接ぶちかましてやるぜ、くらえ、あほんまに麻痺くる、よし、あれまだかまだか、ちょっとちょちょちょ、もう使い切る、使い切る気持ち、あオッケー、倒したー、よし、はい、だっけー、なんか 3分でやれたね。で、アイテム。分かってる。あとは、特にここら辺で拾えそうなアイテムはナッシングかな。
よし、じゃあこの続きいきましょう。あー、ようやくオープンセンサー、ミリー、あ、登れない。横スライドか。で、特に拾うものもないし。止まるのか。いや、液体窒素ね、使ったことあるっすよ。あのイボが指にできた時に液体窒素を焼き殺すために、あの綿棒の先にちょんちょんってつけて、でイボに直接やるんですけど、いろんなね、骨折したりとか捻挫したりとか、いろんなこう怪我をしてきたけど、イボ潰すための液体窒素を直接皮膚にかけるっていうのが、もう人生の中で一番痛かったっすね。小学校 4,5 年生くらいの時に経験したんですけど、あれが一番た、あ、半玉取り逃しとった。あれが本当に一番痛かった。もうあれ耐えられない。あの、泣かないけど、もうとにかくずーっと口の中グーって噛んでて、もう口の中が血だらけになった。よし、帰ろう。僕も帰ろう、家へ帰りたい。ルーカス倒してバイバイバイ。よし、オッケー。なんとか無事クリアすることができたんじゃないですか。じゃあ、あとはルーカス本人をぶちのめして終わりっていうところっすね。まあ、ちょっと次に進むところまでの準備をした段階で一旦このパートは終わりにしたいと思いますね。まあ、区切りがいいとこまで来たしね。はい。よし、じゃあまた元の場所に戻りましょうか。センター中央。まあ、俗入 HQ ですね。ヘッドコアと。特に敵出てこないですね。ただいま。おかえり。空気がうめえんだ。綺麗なんだ。いらないアイテムは、特にないか。アイテム、アンティークコインが5個あったらスタビライザーにしようかなと思ったけど、スタビライザー、そっか、しまったな。全然アンティークコイン拾えてないな。これ多分両方とも取れるはずっすよね。あれ、あ、これ選ばなきゃいけないの。勝手にやってくれるあれじゃないのか。しまったな。よし、オッケー。ほんじゃ、一旦この辺りで終了とさせていただきたいというふうに思います。まあ、修羅場くぐり抜けたんでね、おめでとうということで、ぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタン押していただけたら嬉しいです。ということでね、本日も動画最後までご視聴どうもありがとうございました。次回、ルーカスを追いかけていきますよ。またお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。